ジェネスフードコート。はじめにチャイムが鳴ったんです。ところが玄関に出ても誰もいなくて、不審に思っていたら急に後ろから腕が回って何かで口を塞がれたんです。それからすぐに袋のようなものをかぶせられて、おそらく担いで運ばれました。よくそんな覚えてるね。意識を奪うために薬物を使ったようですが、完全には意識を失わずに済んだので、想像していた手口と近かったし、心の準備ができていました。それに少しでも情報を得ておきたくて必死でしたから。さすが名探偵ね。褒められたことかよ、冷静すぎんだっつーの。手際や体格から言って犯人は男でしょう。会話も相づらしい声も一切なかったので単独犯だと思います。ただここから先がどうもよくわからない。一度体に衝撃があって、おそらく僕はその時にテレビの中へ落とされたんだと思いますが、それまでの時間が短すぎた気がするんです。囚われてからものの数分という感じでした。捕まった直後にテレビにってこと？あ、道端にテレビがあったとか。そのあたりからの記憶はさすがにあやふやなんですが。そっか。しかし驚いたな。まさか犯人マジで玄関からピンポーンかよ。よく覚えてないという皆さんの証言の理由がようやくわかりました。あれだけの異常体験と心身の消耗、混乱をきたして当然です。ただ状況を見ると、僕と皆さんの失踪体験は真似る必要のないところまでよく似ている。おそらく犯人は同一人物と見て間違いないでしょう。それじゃあモロキンを殺したっていうあの久保って子は。これではっきりしました。本筋が証明できないうちは厳密には確定しませんが、久保はやはり諸岡さんを殺したに過ぎません。真犯人の手口を真似ただけの模倣犯です。道理でモロキンだけ例外だらけだったわけだぜ。久保がどこであの世界について知ったのかという謎は残りますが。それだ、私が引っかかってたの。つまりさ、久保はテレビに入れるわけでしょ。どうして同じ方法でモロキン殺さなかったの？それはおそらく向こうの世界について真犯人ほどには理解していなかったんでしょう。こうして自分が出入りできる身になっても、あれを殺人に使えるなんて思いもよらない。まして遺体の様子を知っただけでは手口があの世界絡みだなんて分かりようがない。多分久保は指名手配されギリギリまで追い詰められて初めて思いついたんでしょう、体ごとテレビに入るという選択を。世間で騒がれてる異常な遺体状況も向こう側ゆえなんでしょう。あんな場所からリスクを冒して誰かが運び出してると考えるよりずっと自然です。霧の火にぶら下げるという意味不明の状況もアピールなんかじゃなかったわけだ。とにかく全ては本人から直に聴取できれば早いんですが、あいにく僕は捜査からは外された身です。それに警察がこんな話にまともに取り合うとも思えない。っていうか犯人が別にいるって事態認めないんだろうな。テレビで記者会見とかやったのをひっくり返すのって重たいからね。僕が捜査から外された最大の理由もその可能性を訴えたからだと思います。警察は逮捕してしまった容疑者をやすやすとは覆さないでしょう。まして少年だ。それに今の警察内部は今回の逮捕で事件を終わりにしたい空気ですから。犯人は他にいるかもって可能性消えてないのに。く
そうが、なこったろうと思ったぜ。ま、花から信用しちゃいねえがな。けどさ、ナオト、お前現場でそんだけがっつり冷静だったなら、もうちょっとこうさ、取り押さえろとまでは言わないけど、外出たら後ろからって名探偵的にどうよ。いや、正直言うとその結構怖くて、ごめんなさい。そんな仕方ないよ。私たちだって抵抗できなかったのに、下級生の、それも女の子だよ。まあそうだな、話聞いてるとつい忘れちまうぜ。っていうか、なんですか。飛んでるお嬢さんだな。ともかく真犯人はこれからも犯行を続けると見て間違いないでしょう。次の動きがあるまで今は様子を見るしかありませんが、もう仕事でも他人事でもありません。僕は僕らが狙われたことの真実を知りたい。僕にも協力させてください。もちろんだ、気が進まない。もちろんですとも。ありがとうございます。改めてよろしくお願いします、リーダー。さあ、ということで直人くんが仲間になりました。この事件の真相解明のために心強い戦力になってくれそうだ。さあ、ということでランクの方が8になりましたね。ありがとうございます。頭いいキャラの筆頭の僕、この展開読んでたのよね。はい、出た、ナオトメガネ。ありがとう。君のことは聞いてるよ。自分を探したいって気持ちは僕もわかる。できることがあったら協力するから。おわ、全然いい子クマ。真犯人は別にいる。今は相手の動きを待つしかない。さあ、ということでナオト君がね、仲間になりましたね。おかえり。ただいま、夜ですね。今日家庭教師のアルバイト、病院清掃も行けるけど、アルバイトかな、家庭教師のアルバイト行きますか。さあ、ということで今日もですね、家庭教師の諸君のアルバイト行こうかなと思います。お、上がりますね。週の勉強を見た。わかりやすいように工夫して教えた。実は英語ちょっと苦手で、教科書を覚えとけば点は取れるんですけど、根本的に理解してない感じがあって。でもそんなの分かってないんですよね、学校の先生は。いい商売ですよね、アホでも言われるし。何も分かってない。そんなもんだ、そんなことはない。この間言った転校生のことなんですけど、あいつ割と成績いいけど僕には勝てないんだ。そしたらクラスの奴らも先生も転校生は意外とダメだって顔して見下してて、なのにあいつ偉そうだから嫌われていて、最近じゃ誰も話しかけない。くだらないです、全部。こんなくだらないのになんで学校に行かなきゃいけないんだろう。あんなとこ義務教育だから行かなくてもいい、甘えるな。宙を叱り飛ばした。おー、勇気上がりましたか。名前、あ、そうか、みんないやいや言ってるのか。宙は何か考え込んでいる。ハチ公楽しそうですね、なんか先生見てると。あー、けど僕が高1の時先生は卒業してるのか。じゃあ意味ないですね。だいぶ心開いてくれてる感じが
しますよね。さあということでランク4ですね。ありがとうございます。次回もお願いします。お願いします。お疲れです。さあということで10月の7日です。失礼します。今日の放課後、時間ありますか？なんか事件？いえ、実は熊くんを医者に見せてみたいんです。医者？獣医さん？一応人間用のです。空いてるなら今日の放課後、精密検査を受けられるように手配しましたから。熊くんが何者なのか、まずは普通に医者に見てもらうのもいいのかなと。それに僕たち自身のことも調べてみた方がいいかと思ったんです。向こうの世界の霧やあの力が体に何か影響を蓄積させていないかどうか。僕よりも皆さんの方が長いでしょうし、一度見てもらった方がいいかと。え？影響？怖いことさらっと言うなよ。そっか、その発想なかったわ。辰巳くんや久慈川さんの分も頼んであります。うわ、手際いい。あんた本当に高校生？見た目は小さいけどな。じゃあまた放課後に。ナオトの提案で放課後病院に行ってみることになった。ナオトに紹介された病院で全員精密検査を受けた。普通の健康診断だったな。すげえ機械に乗って回されたりすんの、ちっと期待したんすけどね。受けた意味あったのかな。お医者さんもなんか不思議そうな顔してたし。あ、戻ってきた。お待たせしました。お待たせしま、クマ。で、クマのことなんか分かったか？分かりましたよ。分からないってことが。レントゲンを取ってもらったんですが、映りませんでした。何度取ってもぼやけてしまって。見た目の様子や触診では異常はないそうです。機械がおかしいかもしれないので、まだ心配なら別の病院に行けと言われました。逆に迷惑をかけた気がしますね。やっぱり普通と違うんだね。やだな、もう。クマ、奥の奥まで見られちゃった。だから見えてねえっての。まあ異常はねえってことなんすよね。けどこいつもそうっすけど、実際なんなんすかね、ペルソナとかシャドウとか。そういや前に図書館やらネットで調べてみたぜ。ペルソナってのはなんつうか別の人格みたいな意味だろ。関連ワードでシャドウってのもあった気がするけど。シャドウはシャドウ、人間から出るものだと思う。うまく言えないんだけど。僕もあの後少し調べてみたんです。一般にペルソナやシャドウというと心理学用語のようですね。ただ僕らの知っているあれはもちろんそれだけじゃ説明できません。たまたま手に入れたある非公式な計画文書にこう書いてありました。シャドウとは抑圧下の力であり、自我がそれを制御することでペルソナともなる。ペルソナともなる？んだよ、根っこは同じもんってか。けどそっか、ぶっ倒したシャドウがペルソナに化けんだもんな。まあ細けえことはいい。何もんだろうと邪魔すんならぶっ潰すだけだぜ。
ただあの世界とどういう関係かまではさすがにつかめませんでしたが。なんか自分自身のことなのに分かんないことばっかりね。分かることもあるクマよ。クマはね、もっと活かしたデータをいろいろ持ってんの。なんかさ、クマだけ見られるんじゃ恥ずかしいから。じゃーん。今のご時世、情報開示って大事ですよね。ということで、みんなの検査結果、ドキドキ大発表クマ。な、冗談じゃないっての、返してよ。ほほー、足短い率第1位は、はあ、あの人ね。の、俺じゃないよな、つかんなことまで調べたんかよ。よし、どうせ発表するならな、スリーサイズ行け。はあ、バッカじゃないの。私は別にいいけど、特にプロフ出てるし。あ、胸だけ2センチサバ読んだけど、事務所に言われて。ダメ、ダメだから。先輩気にしなくても男の子にはウケると思うけどな。それに胸はこのくらい控えめの方が和服は着やすいと思うし。な、そっか、ナオトくんもか。ナオトくんは、これ本当？測り間違えてない？とにかくこの検査結果では僕らに健康上の問題は見つかりませんでした。だからこれはもう必要ありません。シュレッダーに入れてきます。まあみんな健康で何よりだな。そうだね、帰ろ帰ろ。結局映んなかったクマね。クマの正体何なのかな。次があるさ、一緒に探してあげる。うん、ありがとう先生。クマが感謝の眼差しで見つめてくる。さあ、ということでランク6ですね。ありがとうございます。お、マハラくんだか。どうしようかな、タルカジャと変えちゃおうかな。ちょっともったいない気もするけど、まあせっかくなんで変えようか。おい、置いてくぞ。おう、おかえり。ただいまでーす。テストは来週の金曜からだ。勉強しようか。さてと、ということで夜時間ですね。多分ちょっとの間は放課後の時間は何かあるかな。ということで、おそらく動けるのは夜になるのかなと思うので、まあ本読むかを勉強するかって感じかな。よし、茶道を読むか。知識と伝達力いきましょう。はい、茶道の世界が分かりやすくかつ詳細に書かれている。そいつはすごいな。やるじゃん。知識欲しいね。10月の8日です。
テストまでに上がってくれればいいけどな、一段階。おはようございます、先輩。直人くん。おはよう。来週末から定期試験ですが、どうも身が張りませんね。真犯人は別にいる。僕らしかそれを知らない。僕らが行動しない限り、事件は正しい解決には向かわないんですから。試験も大事だ。自分も身が張らない。真面目アピしとこ。そうですね。真夜中テレビ。チェックしましょう。こっからが正念場ですね。おお、近藤先生。お、英語で臆病者を表す鳥はどれだ？ハト、スズメ、ニワトリ、カラス。ニワトリさん。おお、ありがとうございます。屋上集合？休養って何？花村先輩。まったくだ、クマ。クマはジュネスのチラシ配りでお忙しいクマよ。いや、校門でナンパしまくってたでしょうが。事件に何か進展でも？頼む、助けてくれ。お前らだけが頼りだ。今週末開けてくれ。今週末、もしかして中止になった稲葉署のイベント絡みですか？何の話？今度の日曜日、アイドルの真下かなみさんが一日署長をする予定だったんです。なんと、花丸急上昇中のかなみんがこのようなど田舎に。もうそんな仕事取るようになったんだ。確かに最近テレビでよく見るかも。リサちゃんと同じ事務所なんだ。てか、今稲葉市に来るって地味に私の騒ぎ追い風にしようってことじゃん。それがポシャると、なんで花村先輩がヤバいんすか？便乗セールを企画してたら裏目に出ちゃったクマね。笑い事じゃねえ。警察の中止決定遅くてさ、親父マジ困ってんだ。超頑張って準備してたのに見てらんねえ。てかもう残念じゃ済まねえんだよ。いろいろ僕の失踪騒ぎで警察署の受け入れ準備ができなかったと聞きました。すみません、僕のせいで。いや、お前が気にすることねえけどさ。まあそういうことらしい。で、俺ら呼んでどうしろっつうんすか？そこまでの話だと正直私らには。みんなにはいろいろ準備とか手伝ってほしいんだ。で、そのくじかわさんには、なんだ、ジュネスでイベントなど。私にカナミの代わりをやれってこと？やっぱダメ。もしかしてマジで結構ヤバいの？わかんねえ。俺息子ったってバイトだし。けどなんか親父が妙に優しいんだよ。まさか首とかあんのかな。そしたらまた転校とか。マジかよ、どうしよう。歌と握手だけ。サインとか高校生って肩書きでできないことは全部 NG。 逆に大ごとになっちゃうから。
で、先輩たちも一緒に出るなら考えてもいい。一緒に出るって、アイドルとかそういうの困る。スカウトとか来たら困る。ジュネスと専属契約してるから困る。いや、困り方おかしいだろ。でもよ、お前が歌うとして俺ら何すんだよ。バックバンドに決まってるでしょ。言っとくけど、ありものは流せないからね。いやいやいや、バンドとか無理ゲーすぎだろう。鍵盤なら少し弾けなくもないです。祖父の勧めでピアノを習ってましたから。持ってこれますよ、キーボード。乗り気？今回の件は僕のせいでもありますから、やれることはやりますよ。ナオト、サンキュな。そういうことなら俺もギターはあるぜ。弾いたことはあんまねえけど。てか、うっかり買ったベースも物置にあった気すんぞ。うっかり買うか、どうせ間違ったんでしょ。そういうことならうちにも宴会用の何かある。何かすか。じゃあ決まり。私、バンドスコアのある曲探してくる。先輩たちは楽器と場所なんとかしといて。わかった、なるべく簡単なやつにしてね。よし、やるってなったら燃えてきた。音楽室借りれないかすぐ聞いてこよう。で、どうすんのこれ。吹奏楽部で余ってんのとか適当にかき集めてきたけど。あれなんすか。ドラだけど。いや、知らないのみたいに知恵がね、鳴らしたいかと思って。ほら、中華っぽいし。なるほど。いや、中華かどうかはこの際どうでもいいけど。これちょっと持ってみるかな。なんだよ。なるほど、これは。ああ、あんた武器そんなだよね。ちょっとそれでペルソナ出してみ。よし、ペルソナって出せるか。なら私これにする。見て見て、これなら扇の代わりにならないかな。頭が宴会属性になってんな。てか、シャカシャカ振るよりまずギターとかだろ。なあ、俺ギターやるからベースやらね。少しなら教えられるし。任せろ、見くびるな、師匠。師匠、お願いします。 お前にそう呼ばれる日が来るとはな。よっしゃ、ここは一つ俺の超絶エアテク披露してやっか。じゃあ先輩たちと直人君は確定として、幹事はドラムね。勝手に決めんな、こら。あんたが前出たらメタルバンドみたいになるでしょ。ドラムいけんじゃね。お前、叩いたり踏んだりは得意だろ。へりくつだろそれ。フフフフ、ならクマは魅惑の打楽器ちゃんたちを総取りクマ。ヘイベイビー、ソウルのままに熱いビートを打ち鳴らすぜ。あのさ、もしかして私とユキコ余ってない。先輩たちはバックコーラスとかパートあるよ。歌？も
無理無理無理、なんか持つ。簡単そうなのは、おお、なんかそれっぽくね。うん、見た感じ悪くないかも。音出ない。これ壊れてんじゃん、なんかスースー言うよ。はじめはみんなそうよ。とにかく時間ないし練習始めましょう。この紙に書いてあるオタマジャクシは何者かま？そういや私楽譜とか読めないわ。やっぱ転校するのか俺。暗くなるまで個人練習をして明日また集まることにした。おお、なんかすげえことになってきましたね。漢字のドラムがすげえしっくりきてたな。ただいまー。ということで夜です。今日は家庭教師のバイト行きますか。間違えました、失礼しました。ちょっと楽しみですね。いいねバンド。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますのでこちらもチェックしてみてください。